こんにちは、佐とです。本日はメルカリ事務局からのメール連絡、スピードバッチ完了の通報とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。えー、この動画では、えー、メルカリ事務局からね、スピードバッチっていうのをね、いただきましたので、ぜひね、どういったものがね、まあ今後メルカリやっていく方もね、どんどんつい、こういったね、 ものが、あの、バッチつくかと思いますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、まずですね、まあ、こういったのが来ました。えー、3月31日、昨日ですね。で、あの、まあ、要は、あの、スピードバッチはですね、発送時間の速さが基準を満たしている出品者ですね。で、バッチっていう方で、ね、まあ、適用されたってことでね、まあ、突然来たのでびっくりしたんですけど、これはですね、あの、メルカリからですね、個別メッセージ来るみたいなので、まあ、あの、来ない方も実際多い、 みたいです。はい。なのでね、まあ、来ればラッキーと思っていただければいいかと思います。はい。で、どんな感じかと言いますとですね、まあ、ここに書いてあると思うんですけど、まあ、ここですね、スピード発送っていうのをこうつくみたいですよ。こういう。なので、普通のあのー、セラーの方よりも、まあ、優遇的に売れるんじゃないかっていう思うんですね。個人的に。まあ、早く売れてくちょっと値段が高くてもね。えー、なので、信用されたバッジなので、ぜひね、まあ、こういうのをつけていただければね、まあ、多少ね、 他のライバルセーラーよりも商品が高くても高く売れるかと思いますので、ぜひね、まあこういったのを目指してやっていただければ、ね、いいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサルですね。えー、10万円稼げるマ周マニュアにおプレーにします。ニックネームかスタンプおします。それとですね、0、え、円、ー、転売コミュニティ始まりました。LINE 登録をね、0円転売コミュニティに参加したいとメッセージをください。ぜひ、ね、誘導させていただきます。 あとですね、え、YouTube が質問は一切受け付けてません。LINE あと登録後にね、質問お願いします。よろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。